JX5700AC の写真文号は日本電機が発売した日本語ワードプロセッサ専用機。法述は当時のカタログ、資料、NEC が発行していた文号アプリケーション情報などによる。文号シリーズは東芝のルポ、富士通のオアシスと並ぶワープロの主要機種。同社製のパーソナルコンピュータである PC-9800 シリーズや N5200、 シリーズなどとも MSDOS ファイル変換機能やオプションの専用ソフトウェアにより互換性が保たれており、同製品のユーザーにとってセカンドマシンとしても扱いやすい配慮がなされていた。パーソナルユースの文豪ミニは PWP-100、ビジネスユースの文豪シリーズは NWP-20 をそれぞれの前身としており、 デスクトップタイプからラップトップノートブック型のものまで多種多様なモデルが販売された。シリーズ末期にはインターネット接続に対応したカラー液晶モデルも発売された。日本電機ホームエレクトロニクスが製造を行っていたが、日本語ワープロの体調と同社の生産に伴い2000年をもって出荷を終了。1999年リリースの文豪。 JX-750、730、720が最後の機種となった。開発には作家、すなわち文字通り文豪の安倍工房が関わっていた。安倍はその後も執筆に文豪シリーズを使い続けており、執筆中の遺作も同期の保存データから見つかった。文豪シリーズはパーソナル製品とビジネス製品の二つに大きく分けられる。 前者はその前身を NEC 発のパーソナルワープロである PWP-100 とし、文豪ミニ JX シリーズをラインナップとする。後者についてはその前身を NEC 発の日本語ワープロである NWP-20 としている。文豪 DP シリーズについては、ドキュメントプロセッサという従来のワープロとは一線を画す新カテゴリの製品群として位置していた。 文豪、NWP シリーズ文豪ハイパー7シリーズ、文豪ミニシリーズのようなプリンタ、液晶ディスプレイ一体型のコンパクトな筐体を実現したビジネス向けモデル。プリンタ内蔵であるが、ページプリンタ等を外部接続可能。7位ではハードディスクが搭載された。文豪 DP シリーズ DP は、ドキュメントプロセッサを表し、ワードプロセッサとは一線を隠す新カテゴリーの、 シリーズとして登場。PC-9800 シリーズをベースに、Windows 専用ソフトウェア等を組み合わせたモデル。文豪ミニ3シリーズ関連駆動可能な、ポータブルモデル文豪ミニ5シリーズポータブルラップトップ、デスクトップタイプ文豪ミニ 5HG、両販店向けモデル文豪ミニ5キャリーワード A4、マガジンサイズの入力用、ワープロ文豪ノートプリンタ内蔵の、 ノート型モデル文号ミニ7シリーズ CRT デスクトップラップトップモデル文号 JX シリーズ文号ノート文号 R データ NEC が販売店向きに配布していた店頭用オートデモ 5R シリーズでは本フロッピーディスクをセットし拡張1拡張2キーを謳歌しながら電源をオンにする 5S シリーズからは初期メニューのオプションを選択し フロッピーディスクをセットすることで起動することが可能であった。これらは MS-DOS アプリケーションとなっており、もっとも文豪の MS-DOS ファイルコンバータからは見ることが不可能であるが、隠しファイル属性として大量の r 1ベタファイル画像により構成されており、文豪ミニ上でユーザーから見ることができるのは IPL.com、IP Main.com、 クレジット DOC だけであった。クレジット DOC にはデモンストレーションプログラムの開発者一覧が記述されていた。文豪ミニ JX シリーズ向けにはゲームからユーティリティまで様々なアプリケーションソフトが発売された。上記のうちテトリース、装甲版、ナオコの代筆、京子の日記、クイズアベニューのほか、イラストデコザールなどが 新製品購入特典として本体に付属された。いずれも製品版の4色カラー印刷のパッケージに、比べ、に色ずりの簡易版の紙パッケージとなっていたが、ソフトウェア内容に、製品版との異はなく、ユーザー登録をすることが可能であった。ミニゴム印から 5HD までの機種では、文書ディスクタイプ1と呼ばれる、CP-M ベースの文書ディスクに、 バイナリ形式で記録されていた。5R 以降の機種からは、システムのほとんどが MSDOS 化されたため、ディスクタイプ2と呼ばれる MSDOS ベースの文書ディスクに、バイナリ形式で記録されるのが標準となった。文豪ミニ5シリーズは、CP-M、文豪ミニ7シリーズでは、m s d o s 互換の独自 OS 上にて動作しており、一部機種では、CP-M や MSDOS を動作させることで、 パソコンとして使用することができた。ユーザーの間ではそのための隠しコマンドやパッチなどが研究され、ディスプレイやプリンター、通信機能などを内蔵した当時ケウナオールインワンのコンピュータとしても愛用された。当時、開発部門では CPM パソコンとしての使用を推奨していたが、営業、反則部門がこの使用方法を公開することはなかった。文豪ミニオシリーズでは、 拡張位置と制御キーを押しながら電源を入れることで CPM-80 のコマンドプロンプトを起動することができた。5RX 以降の機種ではこの隠しコマンドは廃止され、かつ CPM の起動可能な 5R、5RD、5RG では本体添付の補助フロッピーにて一度本体の初期化を行わなければ CPM が起動しない。 5G 以降の本体 ROM 内には MS-DOS バージョン2.11の i o s y s の大部分がフロッピーディスク及び文書ファイルの互換目的で格納されていたため不足部分を補いメモリ上に再配置することで MS-DOS マシンにもなった。これらの OS 上では本来のワープロ機能用のフェップや漢字 ROM を利用することもでき、ワープロ機能と汎用 OS との間を ウォームブートで自由に往来できるまでにハッキングされた。月刊誌、パソコンワールド市場で様々な情報提供や活用記事を執筆していた北、南昇の功績が大きい。内蔵の MS-DOS5 巻独自 OS を使う、方法文号ミニ7シリーズでは、MS-DOS バージョン2.115巻の独自 OS が使用されていた。当然、 コマンドプロンプトなどはユーザーが直接操作できない形になっていたが、起動用システムディスクにあたる編集フロッピーの内容を PC-9800 シリーズの MS-DOS 上でコマンドコムが起動するように書き換えることで MS-DOS マシンとして利用することができた。ただし、この方法ではアンシーエスケープシーケンスの利用や日本語入力ができないなどの欠点があり、 便利な環境とは言えなかった。肘用塾のパッチを当てる方法 PC-9800 シリーズ用 MS-DOS のシステムディスクに、愛媛県の学習塾である肘用塾が販売していたパッチを当てることで、文豪ミニ7シリーズ用の MS-DOS システムディスクを作成することができた。MS-DOS 汎用のソフトウェアであるラ a クやフクシップなどのユーティリティのほか、m s c 5 1例や、 ターボパスカルバージョン3といった開発環境も文豪ミニ7シリーズの MS DOS 上で動作した。これらの環境によって文豪ミニ7シリーズ上でもソフトウェアの開発が可能となりミニ7専用のソフトウェアも多数制作、公開された。このパッチではアンシーエスケープシーケンスが実装され、日本語入力に関してはワープロ機能用として内蔵されている FEP を呼び出す。 ことができた。また、MS DOS 上から内蔵のプリンタを使用するためのプリンタドライバも付属していた。ハードウェア面でも解析が進められ、スカジーインターフェースを制作して外部ハードディスクなどを増設することも可能であった。他にも、文豪ミニ5シリーズには、取扱説明書には記載されていない数々の隠しコマンドや機能が存在した。製品カタログ、 オプション対応表、文豪新聞、文豪アプリケーション情報、販売促進マニュアルなど、消耗品に関しても、すでに店頭販売は終了しているが、NEC では現在も対応しており、一部機種のインクリボン等の購入は可能となっている。文豪ミニシリーズに関して、1988年10月発売の文豪ミニ 7HG より、 ロゴタイプのデザインが小文字から大文字をモチーフとしたものに一新されたが、本校では発売当時のカタログ本文中における、公式の活字表記に順じてカタカナ表記とする。98文号 DP HATPC-9821V13S5 モデル G3 マウスの接続には、オプションの RS-232C インターフェースボードが必要。 NEC からはこれらの情報をまとめた文豪アプリケーション情報というパンフレットなども発行、配布された。文豪ミニゴシリーズ本体底面、CRT モデルでは背面にラベルまたは刻印にて CPM コンテンドウィズインザ文豪ミニゴイズユーズドアンダーライセンスフロムドライ、コピーライトドライ、1982オールライツリザー r ド、と記載あり、後の 非じひ、ソフトウェアサービス。機種によっては、機能1、機能2キー。本来、店頭デモ用として販売店に対して、NEC が配布していた、デモンストレーションプログラムなどを起動するための機能で、あったが、後にサードパーティーより、この機能を利用して動作させる、アプリケーションソフトが発売された。ディスクタイプ2は MSDOS、タイプ1は CP、M フォーマットがベースとなっていた。 文豪本体添付の補助フロッピーディスクなどは誤って初期化されることをこの方法により防いでいる。ただし、文豪システム上からのディレクトリ作成、隠しファイル属性のファイル操作などは不可能。文化の SV コンピュータ博物館、みえる PC-9801、伝説永久保存版、第2弾、NEC 技法より、 PCVAN 文豪ユーザークラブ主婦及びパソコンワールド氏より、ありがとうございます。